ボミーフィザヨです。ゴロー。はい、まあなんか後ろになんかギャルいますけど、うわーギャルです。メインフェイスにギャルです。今回ですね、ドッキリ仕掛けます。よいしょよいしょ。で、まあね、やっぱ僕、今、あれじゃないですか。ちょっと編集とかお休みしてもらってるじゃないですか。はい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 。まさか俺からドッキリをかけられるなんて思ってないわけです。ないと思います。で、まあやっぱ、このメインフェーズにね、俺がちょっと貢献できるものといったら、やっぱりこういうね、面白い動画を作っていくしかないですよ。うんうんうん。というわけで思いつきました、僕。あ、かっこいい。結婚式前夜の元カノが会いに来たドッキリ。あはいやいやいやい。あいやい、あい。どういうことなんだと、いうことですけども。はい。実はこの方、リタの元カノです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。一応、名目上、ゆきのちゃんにしときますか。はい。ゆきのちゃんです。はい。一応ね、関係性を説明すると、はい、リタの中学の時の元カノで、そう。僕と北村とリタとは同じ中学校で、同級生だったわけですよ。うん、で、なんとですね、明日、結婚式が控えてるんですね。いや、本当に申し訳ない。本当申し訳ないんだけど。花嫁をね、前日にドッキリさせる。いや、そうなの。しかも初めての YouTube で。そうなんですよ。気持ち悪いよ、俺ら。気持ち悪いですよ。僕、明日の結婚式行くんですよ。はいはいはい。よく考えたら、あ、リタの元カノだ。あー。これなんかドッキリできんなーみたいな。いやー素晴らしいですね。思っちゃって、ダメ元でお願いしたところ、心よく承諾してくれてね。いやーありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ありますよ。いやーいやーチェーッ最近さ、なんかリタとかドッキリ仕掛けるのめっちゃ多いやん。多い。普通にやり返してなっていうところだね。うん、素晴らしい。だから今回ね、ちょっと数とね、共に戦っていこうと。はい。というところですよ。はい。初対面でございます。イェーイ。イェーイ。イェーイ。おい。ギャル。びっくりするんじゃないかなと。いや、かなりびっくりすると思うよ。どういうリアクション出ると思う？気づかないと思う。いや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 。さすがに覚えてる。さすがに覚えてるよ。さすがに覚えてるよ。一応ね、ごめん。なんかリタにドッキリかけるんだけど、一応北村も知らないよ。はいはいはい。北村は、ついでです。はい。ごめんだけど。という企画を本日やっていきたいと思います。はいよー。それでは早速、やっていきましょう。タイムー。はい、ということで。家に着きましたので、はい、着きました。これからやっていこうと思うんですが、うん、まあ一応作戦としては本当出落ちですね。二人でまあ中普通に入って、はい、僕と二人でね、はい、普通にカメラ回すんで、ね、うん、その間にゆきのちゃんにピンポンを押してもらいます。うん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 、そしたらリタと北村に出てもらって、そこでっていうリアクションを見るっていう。その後はね、普通になんか思い出トークでもしようかなって。うんうんうん、そうですね。はい。まーす。はい、そんな感じで、ゆるーくやっていきまーす。じゃあ、普通に LINE するから。あ、OK。ピンポン押して、つって。それでは、やっていきましょう。あ、ガチャ！アンチョビー、ちょー。おはよう。おはよう。え、俺？あ。バン。まあ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 。ねえ、なんでしょうね。うん。ちょっと、これから。誰か来たみたいです。誰か来た。で、出ればいいの？ちょっと二人で出てもらっていいですか？二人で、うん、玄関出てもらっていいかな。なんだい？ほらね、だって、綺麗な女性だったらどうすんのよ。あ、めっちゃヒゲスラだけど。かわいい。かわいいんだから。え、何？ちょっとまあ。え？どうなってる？え？あー、あれ？あぶねえ。入ってきて、入ってきて、入ってきて。あれ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 ？マジで誰かわかんなかった。ということで。結婚式前夜の元カノが会いに来ちゃったドッキリー。いや、北村はおかしいでしょ。え、俺北村はついで。ついで。ついで。うん、一応知ってるから。俺の前行っちゃったし。結婚おめでとうございます。肩。忙しいでしょ、今日。忙しい。めちゃめちゃ忙しい。だよね。え、本当らしい結婚式だよね。明日結婚式。一昨日ぐらいに連絡してダメだよそれ。よしおに一度のやつなんだよ。本当にね、マジでダメ元、もマジでダメ元で連絡したら、マジで包むお金はない。
マジで本当にないから申し訳ないけど。まあ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 、いやいや待ってよ、ここで立ち話もなんで、はいはいはい、お寿司でも食べたから、うん、えはあの、トークと見ましょうか。嘘でしょ、何それ。ああ俺だけでもいいね。寿司ある、寿司ある、ありがとうございます。イエーイ、ゆきのちゃん、イエーイ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 。おい、やべえよ、なんだよ、この画角。なんか、結婚年次の言うのもなんですけど、お似合いですね、やっぱり。ダメでしょ、ダメだよ、こっちが一斉だから。それはダメだよ。というわけで、まあちょっと思い出トークでもしながら、うん、まあ、ちょっとご飯食べてもらって。ゆきなちゃんの方は明日結婚式ということで、食べ過ぎちゃうとドレスが入んなくなっちゃうから。そうよ、何してんのよ。サラダだけです。申し訳ないな。あ、じゃあ俺は食べていいんだ。あ、全然全然。いや、俺の嫌いな食べ物知ってる。でも、あ、寿司。うん、大正解。あ、俺を今日意地悪しようとしてる。でも食えるのが多いのをセレクトした。あ、まあまあ全然大丈夫よ。どうぞ、はい、食べてください。あ、じゃあいただきます。じゃあ二人。お腹すいたでしょ。お腹すいた。お腹すいたよな。やりすぎだよ。ギャルなんよ、マジで。北村って仲良かった。俺もね、あの、全然仲いいって聞いてなかったんだけど。面識あるぐらいか。あ、なんだろうね。話してたよね。話してた。何役にやね。リタよりは話したと思う。逆に。メアドは持ってた。あ、メアドはね。メアドはね。中学の時の元カノって話をしてるけど、うん、あの中学校別に仲良くなかったよね、正直、うん、あの同じクラスとかになんなかったから。あ、うん、小学校の時仲良かったよね。あ、なるほどね。あ、そう、小学校一緒。そうそう、そんなそうなんだ。全然覚えてない。え、全然覚えてない。本当に記憶ない。全然 P だけど、一緒にあの、あの家でかくれんぼしてるから。全然覚えてるからね、俺それ。そう、小学校のほんと低学年とかよ。あは仲良かった。すっげえ前じゃん。で、そうだよ。なりそめ聞きたいね、なりそめ。そうだ、どっちが告ったとか、多分リター覚えてると思うけど、うん、いや、ちゃんと俺経緯を覚えてるよ、その、なんでそれ。え、覚えてんの。そう、中学のなんかレクみたいなのでさ、マジスカのダンス。あ、それ覚えてる。それ覚えてるわ。それか。それで、ほんと卒業間近の時に、あ、そこで、マジで久々に、なんかそういう、あ、話して、話すこととかがあって、そっから深く覚えてないけど、そっから付き合ったんよ。でそのまま卒業したんよ。はいはいはい。でも卒業したら淡いやん、もちろん。淡な、うん、それで、あの、俺が振られた。へー、それ覚えてる、今でも。あ、メールで振られたらしい。ちゃんと振られた。振ったらしい。そうだ、振ったで。振ったらしいね。俺がゲームしてたら今でも覚えてる。え、めっちゃ覚えてるよ、俺。特に何もしてないでしょって。え、そう、マジで。それこそ、そのデートかけたりとかしてない、何もしてないし、手も繋いでないし、あらららららら、チューもしたことないし、あら、なんなら触れたこともないんじゃない。あー、わかるわかる。え、そんなもんよ。メールだけみたいな。いや、そうそう、メールだけで。そうなんや。でも結婚すんだ。それ、あの、キッズさんに岩が結婚しに行くって言ったから、あの、結婚するんだって言ってね、聞いてて、どうしようかな。いいよ、サーモンとかマグロとか。あ、こいつ、あれ、これ炙りだよね。うん、炙り。岩が食べれるの、ここだけだね。かわいそう。かわいそう。嘘で言う。間違いない。よくオッケーしたよ。いや、マジで本当に大元で言ったん。本当に大元で言ったら。なんで乗ったん。そう、だから。すごいよ。なんとなく。なんとなく。すごいよね。ふっかるだよね。相当すごいよね。見るからにふっかるやん。だって、もう夜だで。前日の。前日の夜。何やってんの、そんな田舎まで。もうちょっと緊張とかしといてもらっていいですか。確かに。結構実感はない。ああ、なるほどね。ありがとうございます。これ絶対さ、ヒロツとハンクに笑われてる。確かにな。今思い出したわ。さ、まだ同級生いたわ。いたんよ。そうやね、そうや。同級生に YouTuber 多くね。やばいよ、珍しいぜ。それこそハン君とヒロとも仲いいもんね。ヒロが明日ふんだんに包む。いや、そうよ、明日ちょっとそれなりにね。ほんまやね。ああ、わかんないよ。成人しか別に喋ってないからね。ほんと中学以来だよね、実質。いや、そうだよ。すごっ。年ぶりぐらいよ。ほんまや、十何年、そう、10年ぶりか。もうだよ、10年ぶりぐらいに俺会って喋ってるわ。おもろいね、この仕事ね。地元のやつ関係で、おもろがるよね、多分。サッカー部だけだろ。サッカー部めちゃくちゃ見てる見てるって。めちゃやじゃん。
めちゃめちゃ見てるんだよ、中学生。あ、嫌なんだ。なのも出てくれたんだ。考えてなかったな、もう。だろうと思った、俺は。何も考えてねえんだろうなって。それだった。喋り方とか変わってないわ。そう、変わってないよな。ずっとギャルだもん。これだよね。冷たい感じ、サバサバみたいな感じ。なんとかね、なんとかだろうみたいな。確かに確かに。怖えんだよな、怒るとな。足早いし。さあ、バカ足早いね。足早いね。マジ、いや、マジですごい。ずっと言える。1位とかのレベルだったよね。うん、怖い。バン、疲れてるじゃん。え、こっち我慢してるよ。バン、こと聞かない。全然、俺らはいい。来ないな、大丈夫。でも昨日ね、ラーメン食べた。パンってんじゃん。食べてるやん。じゃあもう関係ないやん。今更関係ない。見てる、食えよ。しかも卵かい。ちゃんとカロリー気にしてるやん。まあ多分ないじゃん、一緒に二人で寿司を食うことは。ないぜ。俺も初めて最後だよね。いや、最初で最初で最後。一緒になって飯も食ったことなければ。確かに確かに。給食とか以外で小一で同じクラスだったんや。で、そこから仲良くなって、だから1の1、1の1よかったよね。1の1、俺もめっちゃ覚えてるもん。1の1。だから6歳に出会って20年越し。おお、うわ、すごい愛だね。愛感じる、愛感じる。愛って結婚式だって。まあ、めっちゃたくさん思い出話しましたところで、疲れてるか分かんないぐらいにしちゃった。くっそ身内トークしてた。楽しかったね。いや、もう楽しかったし、まあなんかわかんない。ありがとうございました。はい、それこういう機会よね。まあ嬉しいでしょ。嬉しいよ。メイフェイドもね、応援してくれるでしょ。ああ、そうね。見てるよ、見てるよ。本当に、うん、あんまやな。見てるよ、本当に。マジ見てる、見てる。嬉しいね。見てもらってる。もう目で言わしてたもん。忙しい中、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日、とても綺麗な姿で式を挙げてください。写真いっぱい撮るから、それ見せる。あ、それ写真ちょうだい。いっぱい送っといて。いいね、やる感じだ。いいね、やるよ。やべえって、やばいやばい。元カノがさ、結婚した時のこのあーって感じやりたいよね。確かに。そのなんか関係ないけど、あーってなるよね。まあ、わからんでもね。はい、というわけで、この動画が少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、Twitter とインスタのフォロー、そして公式 LINE や TikTok のフォローもよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あー、結婚してな。